みやちゃん見る目あります。ありがとうございます。聞く耳ありますよ。見る目じゃなくて聞き耳があります。そうなんです。自分自信ありますか？僕ですか？一番あるじゃないですか。質問していいですか？はい。その畳み方は何ですか？誰の三角恋で、はい、何の意味でアイスが悪いって言ってる。アイスが悪い、かけたって冷たいってどういうことですか？ごめんなさい、ごめんなさい。もっと頑張った方がいいと思う。本当？やべえ。緊張した？いや全部空回りする。ラストン取りたい。ラストン取れたらワンチャン。悔しいですよなんか。今のままでいいかなみたいな。仕方ないよ。あのクラスが来て堂々と行くなんて。1貫3000円でクエストが全部込みで多分4500円ぐらいです。怖っ。こっち5時ぐらいですか？しっかりしてね。どしっと構えてる。失礼します。すいません。どうも。先生、来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。はい。はい、ランティです。よろしくお願いします。はい。レイコ先生。皆様、こんばんは。私がマナーの鬼と言われています。平林美也子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どこに行こうとしてんねん。逃がさんぞ。これもエミちゃんに指導してるんです。ハイヒールの音って結構魅力的。ちょっとこのナプキンの投げ方はないやろ。はいはい、すいません宮本様。はい、もう何かにつけて品がない。こんな高級なところに来る人ではないわ。本当はありがとうございます。こちらに過去形言うな。僕とお付き合いないのか。子供に思ってるのにこれでええと思うやったらもう私はあなたに二度と会いませんよ。あ、本当ですか？よろしく。よろしくお願いします。よろしく。悪い男性が好きなんです。不良っぽい。ちょっとなんか出来の悪い人。出来の悪いやつしかいないです。写真指名が6名ずつお選びいただきます。で、除名指名が1名につき1000円かかります。で、お酒が焼酎、缶物、ソフトドリンクがございます。人生でこうやって写真になったらやる気そうないです。で、みやちゃん撮れてください。あ、下の名前でみやちゃん。はい、すみません。お願いします。はい。自信あります。自信ですか？自信しかないっすよ。みやちゃんに似合う男なんでよろしくお願いします。フィーって感じ大丈夫ですか？紳士な男性が好きそうですよみやちゃん。違うんですよね。実は不良っぽい人がどっちか言ったら私反社会的な方です。反社の方で。あ、でも言い方変えるとめっちゃ義理人情が熱い。福岡に多いはずよそういう人。あ、僕福岡っす。どうですか九州男児。あ、語尾が上がるからとってもいいと思うよ九州の人は。本当ですか？方言かっこいいですよね。うん、私方言大好きです。嬉しい。みやちゃん見る目あります。ありがとうございます。聞く耳ありますよ。見る目じゃなくて聞き耳があります。マジですか？目もあるし耳もあるんですね。目もあるし耳もあるんですね。何の話してるよ。マジっすか？くそ、ここからアピールタイムなのに。最後どうぞアピールタイム。じゃあなんやべえ。緊張した？いや全部空回りする。どどうだった？やらかしました。何？これ話そうみたいな全部飛んじゃって、考えて話す言葉なんて相手が求めてるかどうかわかんないんだから、はい、そんなつまんないよ。なんか勘違いしてる、うん、男の売り方を。失礼します。はじめまして。おいしいですか。失礼します。はじめまして。ゼロって言います。はじめまして。いいですかお隣。はい。あ、これでそしてナンバーワン。誰？お、誰？すべらぎゼロ。有名なブースで V2 売り上げ出していただいてめちゃくちゃ嬉しいです。ガイ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 よしこいガイ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 よしこいだいぶですか。やっぱだいぶですか。ちょっと怖いっす。長いことなさってるんですか。いや、1年半とかですね。あ、そうなんだ。でも、彼はジェスチャーとてもジェスチャーの打ち方が。本当ですか。いや、初めて言われたっす。それだけジェスチャーが上手いんだったら、こう表情もよくしたらもっと学ばせてください。はい。怖い。強いってきました。僕ですよね。ちょっと苦手なんですよ、語彙力っていうか。アイスお入れして大丈夫ですか。アイスはどうします。今入れちゃって大丈夫ですか。今アイス。これです。アイスが悪いって言ってる。アイスが悪い。かけたって言うんです。冷たいって。どういうことですか。ごめんなさい。ごめんなさい。頑張ったのに。なんてことや。この雰囲気。LINE って聞いてもいいですか。せっかくなんでお話ししたいなっていう。そうですね。はい、ありがとうございます。どういうことですか。どういうことですか。せっかくなかったら LINE はいらないのね。そうです。みやちゃんにやっぱ聞いておきたいなっていう。話し方下手くそ。まあ緊張するような。まあでも出せたんでしょう。出せた。ガチ相談していいですか。主任になってちょっと目標みたいなくなっちゃって、自分との戦いに変わってくるから。順位はどうでもいいよ、正直。レベルが高かったらもうその分下がっちゃうけど。ってことは来年1億売れるような準備をした方がいい。じゃあなんで泣いてるんですか。いや、最近なんかずっと悩んでて、自分このままでいいのかなみたいな。ある程度売り上げ上げてるけど、なんか別にそんな満足でもない悔しさ、自分に対して。失礼します。ご一緒よろしいでしょうか。はじめまして、翔と申します。いいですか、ご一緒いただいても。私はよしです。私が派遣しました。派遣。それ僕のことですか。あ、そうです。あ、ありがとうございます。はい。ご授業ですか。いいですか。みやちゃんとお呼びしても伺っております。どうも、翔と言います。そうなんですよ。自分自信ありますか。僕ですか。一番あるじゃないですか。女性口説かしたら僕の右に出る人はいないですからね。いやいやいや。例えば。なんか面接みたいじゃないですか。やめなさい。わ、すごい。こういう時勉強しないとダメ。はい。ね。はい。俺の先とこは。またこれがありがとうございます。もうなんか何も取り付く島もないかもしれない。すごいですね。もう隙がなくて。いやもっとこう。ちょっとお堅くいきすぎたなと。一番最初、初対面から「が」は良くないじゃん。だから今「が」って何？「が」って、まあそこはね、あんま深く考えないで「が」ってこと。あ、そうそう。がってこと。あ、そうなんだ。そう。あ、真面目ですよ。真面目なんで、こうガッとこうタトゥー入れて、ちょっとギャップ作ったんですよ。そうそうそう。ここに私を落とせる男はいない。おお、そうなんだ。失礼します。あ、どうも、失礼します。あ、はじめまして。どうもどうも。これは失礼いたします。お邪魔します。どうもはじめまして。KEITYと申します。よろしくお願いします。KEITYパーティー、KEITYパーティー。あらららら、もう急に女子の顔になっちゃって、ありがとうございます。ようこそプラチナへ乾杯。KEITYパーティー、KEITYパーティー、KEITYパーティー、あ、いっちゃってやっちゃって最後、あ、いいですね、いいだいぶ出てきてますね、みやちゃんの中のKEITYパーティーが。今のコーナーどうですか？ちょっと冷めますよね、逆にね。もっとやりきってほしい、おいしい。これを利用して、皆さんぜひちょっとお手本がありました。ぜひ。はい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 。赤あげて、あ、白あげて、あ、赤下げないで白あげて。ミヤ。テンションの上げ方が違う。違いますか。いや、やっちましたーとかって感じで入ってこない。なるほど。やっちまったで入ってきた方が良かったんだね。入り口からまず、それで一回やってみますかそれ。失礼です。はい。やっちまったよこれちょっとはじめまして、はい、赤白で、はい、赤上げて、はい、白上げて、赤上げないけど白上げて、はい、皆さんも、はい、テンション上げて、はい、カメラさんも、はい、テンション上げて、はい、みやちゃんも、はい、テンション上げて、ほら赤ゴー出ちゃった、やっちゃった、最高賞。これだよ。みやちゃん、これだ。ちょっと、社長、新しいKEITY出会っちゃった。素人が。ちょっと。これ汗、これ見てください、これ。11月末ですよ。一番すごいと思う。私もやっぱKEITYさん見てて一番気持ちいいというか、本当元気になる。やはりエネルギー使わないとダメよね。せっかく世の中では彼が一番エネルギー使ってる。やっぱり醤油もと上げたらいいと思う。いや、そうですね。そしたらもっと給料上げろと。って話です。でもお客さんに醤油を上げろと。多分家に帰ったら暗いんじゃない。2人で話すときはちょっと暗いですね。ちょっと暗いです。ああ、KEITYの余韻に浸ってましたね。もう自分よりいい人がいるなって分かった瞬間に自分は引いた方がいいんですよ。いや、落とす必要もないし、いいなと思った人の方が俺の方がいいよっていうのもやぶなって。ただ俺がついたタイミングの時には、あ、もう決まった人がいるなっていう感じだったんで。失礼いたします。来たじゃんこれ楽しかったってことじゃん。じゃあ絶対これパンパン、あ、じゃあこっちください。歴代で一番ぐらいやりづらかったかもですね。で、やりづらかったっていうのも、その俺より相当面白かったんですよ。マジで本当面白くて全部超えてくるんで。あ、ジャケット着てましたよ。もう汗だくで色変わってたんで、襟のだからもうクリーニング出しました。